こんにちは。ちょっとジョリーさんのね、井上尚弥さんに対してのツイートがかなりなんか話題になってて、で、珍しくね、ブレイキングダウンの坂田宗介さんがツイッターで怒ってたんで、ちょっと電話してみましょう。お疲れです。お疲れ様です。ガチ切れするのやめてもらっていいですか？別にガチ切れはしないっすよ。まあでもなんかちょっと、ボクシング、まあもう大好きな僕からしたらなんか、そこの名前出しちゃうっていう感じですかね。いや、でもさ、ジョリーさん擁護するわって感じになっちゃうのか知らないですけど、いつもの冗談じゃないですか。いや、冗談とかじゃないんですよね。僕的にはもう井上尚弥選手ってもう本当国民栄誉賞をもらえるような、もう本当にもうこの先出てこないような選手であって、でも僕たちブレイキングダウンとかもうやってることが違いすぎるんですよね。もうその、まあ、次元が違うっていうか、もうそれをなんかネタにしちゃうってこと自体がもうなんか、まあだから単純に言ったら、だから天皇陛下とかをなんかいじるみたいな感じですよね。まあ僕感覚的にはですね、格闘技が好きな人ほど怒ってる感じですよね、今回。うん、格闘技っていうより、まあ、僕はもうボクシング愛が強いので、まあ、そこっすね。なんか説明しにくいですけど、もう本当いじっちゃいけない人をいじってるような感じですかね。まあそこ、まあ、それもそうですし、井上尚弥選手と、まあ、そういう記事にされちゃってること自体も許せないですよね。井上尚弥さんブレイキングダウンを否定するわけじゃないですけど、もうそことそこは全然違うので、ライジンに出てる中堅選手とかに喧嘩るのとは、もう僕はやっぱそことそこをまた区別したのも申し訳ないんですけど、それもまた違うんですよね。もうそれはそれでいいんですけど、もう井上尚弥選手はもう本当に違うんで、もうなんていうのかな、難しいですけど、炎上してそのネタが井上尚弥さんっていうのがもう許せないです。ましてあんなもうすごい試合をしたばっかで、タイミングもあったのかね。まあ、タイミング関係ないですけど、うん、まあもちろんタイミングもさらに、だからなおさら結構ガチでイラッとしましたもん。結構だからキャンディージム行くときに、まあ、乗り込んであげようかなと思って、まあジョイさんがいるときに行って、まあなんかあれムカつくからスパーリングやりませんかみたいな感じで、まあそれで断られたら断られたですし、まあそれはそれで、まあ僕は逃げたって捉えるんで、別にブレイキングダウンで無名な俺とやるんだったら、まあ意味ないかもしれないですけど、別にスパーリングで俺とやるんだったら別に自分の練習にもなるし問題ないじゃないですか。まあそれで断るんだったら、まあそれはそれで僕が晒しますよね。はい。なんかね、K1 の中村プロデューサーさんに絡んだのもそうなんですけど、すごいですよね、本当に。どんどん花火を上げて、ジョリーさん、はい、皆さんはどう思ったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。源氏まだな。